スプリングエフェメラルは、春先に花をつけ、夏まで葉をつけると、あとは、地下で過ごす一連の草花の総称。春植物とも言う。直訳すると、春の儚いもの、春の短い命というような意味で、春の妖精とも呼ばれる。雪解け後に落葉樹林の臨床で真っ先に、カタクリやニリンソウなどが葉と茎を伸ばし花を咲かせる。その後枯れて地上部の姿が消える。例えば、 早春の花として有名なカタクリは地中深くに球根を持って越冬する。地上に顔を出すのは本州中北部では3月、北海道では4月で、これはほぼ雪解けの時期に当たる。つまり雪解け直後に地上に顔を出し、すぐに花を咲かせる。花はすぐに終わり、本格的な春が来る頃には花見となる。葉も6月頃には黄色くなって枯れ、それ以降は、 地中の球根のみとなってそのまま越冬する。その地上に姿を見せる期間は約2ヶ月だけである。このカタクリのように春先に花を咲かせ、夏までの間に光合成を行って地下の栄養貯蔵期間や種子に栄養素を蓄え、その後は春まで地中の地下系や球根の姿で過ごすという生活史を持つ植物が落葉樹林の臨床にはいくつもあり。 そのためそのような森林の臨床は春先にとてもにぎやかになる。このような一群の植物をスプリングエフェメラルという。スプリングエフェメラルと呼ばれる植物はいずれも小柄な草本であり、地下に根茎や球根を持っているほか、花が大きく華やかな色彩を持つものが多い。小柄であることはまだまだ寒い時期であり、高く伸びては寒気に耐え難いこととともに、 花に多くを咲いた結果とも考えられる。また、地下に根茎や球根を持つのは、気温も低く、光も強くない春先に素早く成長し、まず花をつけるために必要である。例外的に、症状バカマは、ほぼ同時期に花を咲かせるが、常緑性で、年中波をつけている。スプリングエフェメラルは、温帯の落葉公用樹林に適応した植物である。 冬に落葉した森林では、早春にはまだ葉が出ていないから、臨床は日差しが十分に入る。この明るい場所で花を咲かせるのが、この種の植物である。やがて樹木に新芽が出て若葉が広がり始めると、次第に林内は暗くなるが、それでも夏まではやや明るい。この種の植物は、この光が十分にある間に、それを受けて光合成を行い。 その栄養を地下に蓄えるわけである。従って、これらの植物は森林内に生育しているものの、性質としては、日向の植物である。日本の場合、落葉紅葉樹林帯に当たるのは、本州中部以北、あるいはそれ以南であれば、標高の高い地域であり、日本全体から見れば、北方系の要素と言ってよい。ただし、実際にはそれ以南の地域でも見られるものがある。 特に、里山はそれらが比較的よく出現すると言われている。つまり、人為的な格乱を連続的に受け、それによって、常緑樹林帯にありながら落葉樹林が成立することから、落葉樹林帯の植物は侵入しやすかったのだというのである。ただし、里山の形成は、どう遡っても2000年だろうから、それ以前はごく限られた環境で、 細々と生き延びていたのかもしれない。一方、約1万年前の最終表記の終焉に伴い、表記の落葉紅葉樹林の生態系に適応した生活文化を持つ旧石器時代人が新しい商用樹林の生態系に文化の適応を起こして縄文人となった時に生活資源の獲得方法を熟知した落葉紅葉樹林を維持するために、 森林の一部に一定の手入れを続けて、今日の商用樹林地帯における里山や草原の原型を作り出して維持し続けたという説も提唱されている。その場合、日本の商用樹林地帯に見られるスプリングエフェメラルは縄文人による生態系操作によって魔氷記を生き延びて現在に至っていることになる。スプリングエフェメラルは中外花である。 春の早い時期に活動を始める少数の昆虫がその媒介を行う。多くは植物体に比べて大柄な花をつけるのはそれほど数の多くない活動中の昆虫の目を引くためであろう。このような花の受粉を担っている昆虫は北方形の昆虫である丸花チの冬眠から目覚めたばかりの新城を鉢や低温環境下でも 活発に活動できる花アブ科のハエ類が多い。例えばカタクリやエゾエンゴサクの花は丸花チの新バチに受粉を依存しており、副樹草の黄色の皿状の花は典型的な花アブ類に適応した花の形態を示している。なお、ギフチョウやウスバーゲハなど春先の未成虫が出現する昆虫のことをもスプリングエフェメラルということがある。この語で呼ばれるのは 先に挙げたような華やかな蝶が対象になることが多く、同時期に出現するにしても土半苗などがそう呼ばれることはまずない。ちなみにこの二つの蝶は生活島までスプリングエフェメラル的である。岐阜蝶の場合、春先に浮かした成虫はすぐに卵を産み、卵はすぐに孵化して食草をどんどん食って成長し、夏にはサナギになる。ところがこのサが そのまま春まで落ち葉の下で休眠してしまう。薄葉ーゲ葉は、その逆で、春に孵化した幼虫は、食草のエゾエンゴサクや、紫ケマンの赤目や葉を食べて成長し5月下旬から6月、初め頃孵化する。成虫は、枯れた茎、落ち葉などに散乱し、卵は翌春に孵化する。ヨーロッパでは、ブナ林の春の花としてよく知られており、栽培されるものも多い。 球根や根茎で植える春の花にはその例が多い。日本産で代表的なものとしては以下のようなものがある。ありがとうございます。